ちょっと後ろ姿撮らせてもらいましたけど。いや、食べるやってたんですか。あ、してた。あ、草刈り、草刈り。草刈り、わー、すごいな。草刈りだよ。草刈りやってたら、この音がしたんで、飛んできたんですか。ですかね、予防接種とかされたんですか。もうやめましたよ。あ、じゃあもう、もっちいです。2回終わりましたよ。素晴らしいですね。具合悪くならなかったですか。2人ともならない。草刈り十分できます。おざまにいられるかな。おざまに。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい、こんにちは。今日は、移動販売ということで、はいはい、ここにも書いてありますけど、スマイルムーンに乗って、飯山の街を販売して歩いているお姉さんにちょっと今日は、インタビューをしてみたいと思います。はい、お名前は上原さん。はい、ちょっと自己紹介お願いします。はい、飯山市で移動スーパーをやっております、上原とも、あ、移動スーパー、そうですね、スマイルムーンという移動スーパーをやっております、上原と申します。上原さん、こんにちは、どうも。こんにちは。今、飯山のここどの辺なんですかね。多分一番今日は北側をの地域を回らせていただいて、はい。なんか飯山では一番雪が多いところだというふうにお聞きしたんですよね。そうですね、冬は本当に、私2月から始めたんですけど、その2月の頃はまだもう本当に雪がすごくて、うん、な感じでしたね、うん、雪の日も出動すると。雪の日も出動します。というよりは雪の日こそこの移動スーパーが必要になってくるってことなんでしょうかね。そうですね、多分、はい、まあ、今、十何軒でしたっけ、はい、回って私も今同行させてもらったんですけども、はい、夏の間は車移動できるんで、まあ、さほどお客さんも来なかったかなっていう感じなんですけど、うん、いつもはどうなんですか。そうですね、まあ、夏、そうですね、お野菜もそれぞれ皆さん作ってらっしゃったり、うん、まあ、必要なものも冬に比べたら多分少ないかなとは思っていて、うん、まあ、日によってなんですけど、今日は多い方ではなかったですかね。でも、そうですか、だいたいこんな感じです。なるほど。しかしやっぱり上原さんが来るのをこう待ってる人がいるっていうのが私の今日の印象なんですけども時間はそれぞれ決まってるんですか。そうですね、だいたいそれぞれの時間、うん、それぞれの場所で時間を決めて、はい、何曜日の何時頃っていうことで伺わせていただいてます。なんか告知する場所がちゃんと決まってるって聞いたんですけども。はい、これですかね。ちょっと説明してください。これはそうですね、今ちょっと、まあ、はい、はい、これもお客さんから、はい、ご提案いただいてやらせていただくようにしたんですけど、何曜日の何時頃っていうことでちょっと時間も前後はしてしまうんですけど、はい、貼らせていただいて、はい、でこれがあると他の人を待ってなくても一人でも、はい、絶対来るよねって安心して待ってられるっていうお声もいただいたので、うんうん、時間とか、あと急にお休みしなきゃいけなくなった時の告知とかもここにさせていただくっていう形で、はい、貼らせていただいてます。今日はまあ十何箇所って言ってましたけど、はい、全部合わせて何箇所ぐらいあるんでしょうか。今3日間回ってだいたいそのぐらいなので、ほいほい、40から45ぐらいですかね。なんか3日間って言いましたけど、曜日決まってるんですか。はい、月曜日、火曜日、水曜日ですかね。ですか、水、はい。まあこんなに大変なことをやるようになったきっかけは何かあったんでしょうか。割と軽く考えて始めちゃったっていうのもあるんですけど、はい、飯山市と飯山の商工会さんの方で、はい、貼ってありましたよね。そうなんですね、ちょっとコロナだったりっていうのもあって、はい、お買い物に行くのが大変な方、やっぱり
いらっしゃるので、はい、なんとか助けに商工会議所というところで、はい、地域支援事業と、はい、そういうことなんですね。はい、で、実際に動く人を探していたので、はいはいはい、まあ、たまたまその時私もまあ時間もあったので、はい、ね、お役に立てればと思って始めたんですけど、はい、そうですね。なるほど、はい、だいぶお役に立ってるようですよね。そうですね、来ていただいてる方にはもう本当にずっとやってくれって、やめられたら困るからって言って、すごい皆さんこう待っててくださるので、はい。まあ、ここのスーパーの特徴は何でしょうか。何でしょう、どうなんだろう、先ほどなんかほら、ダブったりとかしないということも。そうですね、でやっぱり実際に自分で見て選びたいっていうのがやっぱりあって、やっぱり今通販とかね、うん、発達してると思うんですけど、そうですね、それよりやっぱり目の前で見て、そうですね、何が食べたいかなんていう、うん、で見てるうちに、あ、これも食べたくなる、これも食べたくなるっていう後ろ年寄りの方もやっぱりいらっしゃるし、それが楽しみで、あとはまあ、個人のお宅にも行ったりするんですけど、うん、こういう場所で一箇所でっていうと、そこに皆さんこう集まっていらっしゃるので、うん、そこでまた、じゃあ今日うちでお茶飲んできなよとか、うんうんうん、そういうお年寄り同士の、はい、あれもあるので、そんなのもいいのかなとは思いますね。なるほど、どうですか、やってみて。とってもやっぱりその必要にな方、こういうのが必要で来てもらいたいっていう方は本当にたくさんいらっしゃって、うん、そういう方のお役に立ててるのはとても嬉しいし、やりがいもあるんですけど、はいはい、ただやっぱり絶対数はそんなにはいらっしゃらないので、うん、自分の事業として考えると、うん、なかなか難しいところもあって、うん、これからまたちょっとどういうふうに展開していったら続けていけるのかなっていうのを今ちょっといろいろ考えてます、まあ、今後でもますますその高齢者とかね、車の運転できない時期とかね、特にこう飯山ですからね、はい、で今やっぱりね、お年寄り免許返上しろっていう話もいっぱい出てくるじゃないですか、うん、でやっぱり実際に免許あったけど返上しちゃってもう車もないしっていう方もやっぱりいらっしゃるので、ね、そういう方のところにはね、本当は必要性のある、そうですね、はい、とっても必要だとは思うんですけど、はい、で今は夏場なので、はい、回ってる中で逆にお年寄りからこう野菜いただいたりっていうこともあるので、はいはいはい、それを何かの形でこう流通に乗せてこうっていうこともできないかなとかっていう、ちょっといろいろ考えてはいます。今後どんな風に進めようかなとか、具体的には決まってないですか。そうですね、まだちょっといろいろこうな、どんな形がいいんだろうっていうのはまだ模索中で、はいはいはい、具体的にはまだ決まっていないんですが、アルバイト募集中とかそれではないですか。アルバイトは募集してないです。ちょっとでも一つ考えてるのは、月の会員制にして会員になっていただいて、はいはいはい、でこう月々、ね、ある程度決まった会費をいただく中で、そうするとこう運営がしやすくなるので、でそのお年寄りからいただいてくるというか、まあ、安く買わせていただけるお野菜だったり、そういうものを何かその会員の方に還元していくみたいなことができたらいいかなとは思ってます、まあ、なかなかその行ってみないとお客さんが何人来るか分かんないっていうよりは、ね、はい、あらかじめ人数分かった方がいいですもんね、はい、はい、ぜひ希望に向かって、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。雨降ってきましたね。ねえ、急にすごい変なお天気で